セキュリティロックが解除されました。さあ、お前の罪を数えろ。そいつを倒せばこのセクターも解放か。例の浄水セクターの音声ロックを解除できる権限の敵だったらいいんだけどね。ブロックポットだね。ここは俺が行ってみるよ。はい、案内を頼めるかな。はい、私にお任せください。Ha!
やあ、遅かったね。待ってる間退屈だったよ。カザリ、なんでお前がここに。さあ、僕のメダル返してもらうよ。Sorry!
いける。このメダル、必ず奪い返すからな。待て。逃げられちゃったか。コアメダル発見。見つけた。そうだ、さっきダブルに借りたフロッグポット、カザリの声は録音できたかな。カザリの声の録音に成功しました。照合したところ、かなり高い権限を持っているので期待できます。森林セクターが開放されました。カザリの声も取れた。浄水セクターに行ってみよう。あ、そこにアイダ博士の手がかりがある。少しは落ち着ける場所もあるといいんだけどね。確認したいこともあるし。おいおい、またアイのことか。当然だろ、君は探偵のくせに何でも簡単に信頼しすぎなんだ。なんだと？ハーフボイルドに付き合うと命取りになる。だから君の分まで僕の疑惑の目を向けておかないとね。疑惑？また始まった。早く先へ進もう。よし、準備万端だ。ここは俺に任せろ。よし、準備万端だ。浄水セクター。
この島で使用される水はここで浄化されています。この近くにその浄水施設もあるのですが、ずいぶん荒らされてますね。そうだ、こいつは調べがいがあるぜ。まずはアイダ博士がどこに立ち寄ったか分かる。それがID の行動履歴にアクセスできません。施設の機関制御システムに異常があるようですね。アイダ博士の行動を調べるにはシステムを正常な状態に戻す必要があります。愛の力で正常に戻せないのか。それが制御システムへのアクセス自体できなくなっているようです。制御室までのご案内ならできますが、それだとまた危機に陥る可能性も。なんだフィリップ、また愛を疑ってるのか。何も愛だけの話をしてるんじゃない。まあまあ二人とも落ち着いて。あのご案内はどうしましょう。仕方ない、二人は頭冷やしといて、俺が行ってくるよ。本気出してみようか。本気出してみようか。
準備万端だ。決まりでしょう。ここが制御室か。こりゃまたひどい荒らされようだな。大変です。制御ユニットがありません。何者かによって持ち去られたようです。なんだって？一体どこへ？途中で犯人に出会っていないとすると、まだ探していない部屋に隠れているのでは。探していない部屋か。しないね。
でしょう。電源センサーを使ってみましょう。驚く、不意打ちする、倒す。俺頭いい、メズールに褒められる。でも少し疲れたから休む。ちょっとずるいけどチャンスだな。クガメヤミ、こいつは鉄球振り回したり飛び回ったり、厄介な敵なんだよな。こっちを片付けるか。Yeah!
バカだければ。制御ユニット、こんなところまで持ってきてたのか。元に戻すの大変だぞ。通りじゃ。オーズもよくやったぜ。怪人もやっつけたんだろ。でもガメルの方は逃がしてしまって、まだその辺にいるかも。つまり危機に陥るかもしれないという僕の予測も当たっていたというわけで、アイの言うこともいいけど、僕の言うことも聞いた方がいいと思うよ、翔太郎。なんだ、今日はやけに絡むじゃねえか。やれやれ。アイダ博士の行動履歴が出ました。近くの端末を操作した形跡があります。よし、行ってみよう。この端末ですね。アクセスします。ちょうどアイダ博士が操作している時間に追加された画像がありますね。これはウテラ、トリケラ、ティラノ、恐竜のコアメダルじゃないか。なんだそれ、強いのか。強いも何も、一歩間違えれば暴走して手がつけられなくなる危険なメダルなんだ。そんなものが。はい、どこで撮影したかわかるか。画像データに保存されている GPS タグによると、この浄水セクター内、下水道エリアの最深部です。下水道だと。アイダ博士はこの島の秘密を調べ回ってた。事故ではないか。そう考えると納得がいくね。じゃあ早速行ってみよう。それが下水道へ行くにはまだセキュリティレベルが高く、ゲートがロックされています。残るエリアは浄水施設エリアですね。仕方ねえ、そっちを探ってみるか。Let's go.